どうもロボデッドネットワークの神野直樹です。ハロウィン2日前、本日、渋谷のハロウィンの聖地に来て、しばし2時間放送して、そして神様の愛をハロウィンのその闇のメッセージとともに伝えます。ちょうど2週間前、ハチ公のところで私は番組をしていたら足を怪我したり、タイヤで足を踏まれたりね、いろんなことがありましたけれども、渋谷の皆さんに、ハロウィンというのはどういうものなのかを私たちは今日伝えに来ました。じゃあ一曲まず聴いてもらいます。今日は、3人でお送りいたします。長野のこんにちは、お元気ですか。今日は、そのようなわけでハロウィンのリモート化に向けて、今日は、ハロウィンをしないようにという番組でしょうかね。あなたは愛されてます。君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている、君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている、永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ、君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。ロボデッドネットワークの神野直樹です。そして今日は長野からご友人のスサノフーミン、なんて呼んだらいいかな。フーミンって呼んでいいですか。フーミンちゃんね。ムーミンじゃなくてフーミンちゃん。なぜ、このハロウィンの時期に、来たのか、じゃあちょっと短くまずお話を、趣旨をお話ししてもらいたいと思います。ゲストのフーミンちゃんです。というわけで、ハロウィンの守護神のようなね、フーミンちゃん、マリア様みたいですけれどね、牧師です、現役のね。そして、この5日間渋谷でハロウィンをしないように、そういうですね、なぜならばそのハロウィンというのはね、人々を闇に貶める、そういう力がある。3人のお兄さんたちもね、マスクが似合ってます。ハロウィンをしないというだけではなくて、私たちが伝えたいのは、この渋谷の皆さんを、渋谷の区民を、そしてまた日本や世界から来られる方々を愛して救ってくださるイエス・キリストを伝えます。皆を掲げて、皆を掲げて、
今年もハロウィンの季節になりました。今年はオンラインでやるようにとね、渋谷区が進めています。ここが3密にならないように、そしてですね、ハロウィンとともにイエス・キリストの愛を知ってもらいたい、そういうわけでね、私も伝道者ですけれど、牧師の、ふうみんちゃんがね、今日は来ておりますので、また続きのお話をまたしていただけますでしょうか。もうカメラプラス、皆さんみたいな感じでね。偉大なる主を拝めます。イエス・キリスト様はあなたのために十字架にかかってくださり、三日目によみがえり、天に昇り、あなたを天国へと導いてくださっています。そのイエス・キリスト様はあなたを愛しておられますよ。しかしこのハロウィンの祭りがやってこようとしてる、それは悪魔悪霊サタンをおびき寄せる行事で、現代まで不幸が広がります。ですからイエス・キリスト様を信じること、そしてハロウィンはやらないこと、ハロウィンは絶対やらないこと、ハロウィンはやればやるほど闇の世界、地獄、闇へと引き出られます。ハロウィンをやめましょう。ハロウィンを撲滅しましょう。悪魔サタン悪霊を撲滅しましょう。そのためにハロウィンは絶対やらない。そして十字架にかかるあなたのために身代わりになって死んでくださり、闇にまで行ってくださり、三日目に復活し、今も生きてあなたを守って導いてくださいます。そのイエス・キリスト様をしっかりと信じましょう。イエス・キリストを信じましょう。ありがとうございます。ハロウィンというのはこの時代においての闇を象徴するものです。もともとは人間を人見悟空として捧げる、そういう悪いところから始まった祭り、でも私たち日本人はそれを単にお祭りとして楽しむ心を否定するつもりはありません。しかしハロウィンを楽しみ、そこに背後に働く悪の力に心を開くとどうなるのか、皆さんどうぞその闇を私たちは見たいと思うんですね。日本全国世界でハロウィンが行われるところはどこででも様々な事件があります。昨年私はこの場所でハロウィンの時叫んでおりました。その時に暴走族がやってくる、闇が支配する。でももともとこの社会は、この世界は闇です。しかしその闇を打ち破るように11月1日に入るとクリスマスの季節になります。そうするとクリスマスっていうのは光なんですよね。闇に光をもたらせる、総合格闘家のね、ティーゴットさんも今日は後ろに控えて、聖書を配ってますんでね、頑張ってください。ありがとうございます。イエス・キリストはあなたを愛しています。イエス・キリストはあなたを愛しています。
渋谷の皆さん、こんにちは。ハロウィン2日前、渋谷にやってきました。この後ろの看板は、今年のハロウィンは外出自粛モードで安全に、まあどちらにしてもね、渋谷の誇りに、昨年はそういうキャッチでした。今年は、自粛モードで、というですね、まあそれはですね、ハロウィンをしましょう、積極的にやりましょう、まあ、しかし私たちはそのハロウィンの背後には悪魔悪霊の力がいる。私たちはそれを楽しむよりも、光として来られたイエス・キリスト、そのお方を紹介したい。近くで今バイブルを配っています。そして皆さんに神の愛を今日伝えに来ました。今日渋谷ハチ公で神の愛を伝えに来ました。まあ、今年は3密を避けるということで、ぜひ、この現地でハロウィンを祝うよりも、まあ、ご自宅で楽しむ自由はあります。しかしその背後には悪魔悪霊の力がある。そのことを皆さんに、伝えたいと思います。そして光であるイエス・キリストはあなたの人生を照らし、あなたを救ってくださいます。イエス・キリスト、あなたを愛しています。渋谷の皆さん、近くでザ・バイブル、聖書を配っております。どうぞ受け取ってください。イエス・キリストはあなたを愛しています。イエスは勝利を取られた十字架の上で、イエスは勝利を取られた十字架の上で、ありがとうございます。イエスは勝利をすでに取られた、イエスは間でハロウィン、そのために今日は私、菅野直樹と、そしてまた、風民ちゃん、長野から、まあしかしですね、マラソンみたいなものなので、今日2時間、明日明後日3時間、声枯れないようにですね、ぜひ手話で、喉疲れたら休ませていただいてね、そしてまた元気になったら叫ぶという感じでやっていただけたらどうでしょうか。まあ、これからまあ私はトーク番組をやることを考えてましたけど、多分ですね、単発のメッセージ叫んでくださるので、私が背後で歌う、そして叫んでもらう、しばらくですね、次はそういう時間を持ったらどうかなと思うんですね。叫んでいただいて、私は背後で小さく歌う、そうしたいと思います。じゃあお願いします。おまわりさんが来ちゃいましたね。神様は天のおまわりさんじゃありません。あなた愛してます。それではふみちゃんです。ハロウィーンは悪魔悪霊をおびき寄せる行為です。
ハロウィンをやめましょうと。まあそこにはですね、やっぱり、イエス・キリストではない悪魔に引き寄せられてしまう力があるってことですね。ね、イエス・キリストではない神ではない、悪魔に引き寄せられてしまうからやめようと言ってるわけですね。そうです。そうなんですね。そうです。はい、YouTuber のグリーンのお兄さんもいらっしゃいますしね、ね、こんにちは。もう何度も会ってますよね。ニコ生でやってるんですか。どうもです。どうぞ続いてハロウィンについて説明をしていただきたいと。ハロウィンの発端は北アイルランドのケルト民族が悪魔に生贄を捧げる、そこらが発端です。そして悪魔はそのケルト民族を滅ぼしてしまった。ハロウィンをする者は滅びへ引きずられるのです。だからハロウィンをやめましょう。ハロウィンのルーツを知ればよくわかります。そのことを知ってください。ハロウィンは悪魔悪霊をおびき寄せる行為で、飛行と地獄へ引きずられるから、ハロウィンをやめましょう。イエス・キリスト、キリスト様を受け入れましょう。イエス・キリスト様の愛が命をかけた愛です。イエス・キリスト様はあなたに愛しておられます。そのイエス・キリスト様があなたのために十字架にかかり、3日目によみがえり、天国へ行く備えをしてくださいました。イエス・キリスト様の愛が深く広くあなたを愛しておられます。イエス・キリストあなたを愛してます。その反対、ハロウィンは悪魔と悪霊をおびき寄せる行為で、4回まで地獄へ引きずられるから、ハロウィンをやめましょう。ハロウィンは僕が僕の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 僕
めぐりよ。ハロウィンの2日後ハロウィン、そしてそのハロウィンが終わるとクリスマス、クリスマスになると闇から光に変わります。今日皆さんに光であるイエスキリストを知ってもらいたい、そんな趣旨で名古屋から、あ、名古屋じゃん、長野からふみちゃんが語りに来ています。そして私たち二人が、この場所で、ザ・バイブル世界のベストセラーを配っておりますので、ぜひそれを受け取ってもらいたいと思います。こんにちは。イエスキリストあなた愛してます。イエスキリストあなた愛しています。皆を掲げてあなたを讃えます。救いのためにあなたは来られた。救いの道をあなたに天より下り来られた。十字架により命よがない蘇られた。イエスキリストあなた愛しています。渋谷の皆さんこんにちは。神の愛を伝えに来ました。どうもこんにちは、菅野直樹です。ロボデトネットワークです。今日は4人で聖書を配り、また神の愛を叫んでいます。イエスキリストはあなたを愛しています。いつもに比べるとこの渋谷、少し人が少ないような感じがしますけれど、でも着実に、2日後のハロウィンに向けて、まあ、ここでですねリモートでハロウィンを祝いましょう、ここには来ないでください、そういうふうに言われています。まあ、しかしですね、私たちイエスキリストの伝道者、神の愛を伝えているものは、皆さんにハロウィンの中のイメージというのは、人の命を人見悟空として捧げるハロウィン、しかしその光を、闇を光に変えるために来られたイエスキリスト、そのお方をぜひ知ってもらいたい。ハロウィンの真理、真意を伝え、またイエスキリストの愛を知ってもらいたい、そう思ってきました。世界のベストセラーザ・バイブルです。ありがとうございます。神はあなたを愛しています。あなたはファミリーです。ファミリー、君はファミリー、イエス我らの主喜ぶ
助ける人のためにしてます。ファミリー、君はファミリー。イエス、我らの主、喜ぶ一つの家族、喜ぶ父なる神を。今日私の使ってる携帯のバッテリーがそろそろなくなるんじゃないかなと。ジョキさん大丈夫？バッテリー、気にしないとね、なくなったら使えません。でそれと同じようにですね、携帯のバッテリーがなくなったら使えないように、人間も神から離れていたらやがて充電がなくなってしまいます。罪っていうのは 何か、聖書が教える罪っていうのは神と離れてることなんです。なんか悪いことしたとかね、何か犯罪を犯した、法律を犯した、そういうんではなくて、罪っていうのは神から離れてる状態。2000年前イエス・キリストが、私たちと神がもう一度一つになって、そして救われ天国へ行けるように、今年の10月1日から GoTo トラベルキャンペーン、東京でも行われるようになりましたね。10月1日都民の日から、東京都民、東京発着の、GoTo トラベル、まあ、これが政府が行う、キャンペーンです。 GoTo トラベルだけじゃなくて、私たち神は GoTo 天国、渋谷の皆さん一緒に天国行きましょう。イエス・キリストは私たちを救うためにこの地上に来てくれました。あなたは愛されています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 。渋谷のハチ公前、イエスは腰を下ろされ、渋谷のあなたに声をかけられた、渋谷のハチ公前、イエスは腰を下ろされ、渋谷のあなたに声をかけられた、愛を求めていた、裏切られて人を憎んで生きる喜びも忘れていた女だった。生ける思いで、今日この渋谷に来られているかと思います。この場所であなたとお会いできたこと、本当に嬉しく思います。僕はスピーカーがあるから、これこっちに持ってった方がいいかも。ジャミさんうるさいでしょ。あ、いやいや、これこれを、番組をしながらもですね、まあ、不十分な中35分間続けてきたわけですけれど、今日は仲間、
と一緒に、やっております。まあ、仲間がいるっていうのはいいことですね。仲間がいることで、いやいやいや、近くでですね、カメラの撮影があったり、何かストリートライブが始まったのかね、あの賑やかになってきましたよ。まあ、元々ね、この渋谷っていうのはね、賑やかなんですよね。あそこのビジョン、こっちにもビジョン、あっちにもビジョンで、そのビジョンからね、でっかい音が出ている。で、このビジョンっていうのはね、そこにはないんだけれど映し出されている。で、それと同じようなことがあるんですね。私たちが、夢を持つ、思い描く、それもビジョンだ。今日皆さんに聖書が語っているビジョンをお伝えしたいと思うんですね。この世界はどん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 良くなっていきます。良くなっています。コロナも収束するでしょう。もう1週間も経たないうちにアメリカの大統領選挙が行われます。現職のトランプ大統領、そして対する民主党のバイデン候補、まあ、どちらが勝つだろうか。まあ、今は若干ですね、メディアはバイデン優先、しかし、私はトランプが勝つんじゃないかな。まあ、どちらがなったとしてもですね、きっとアメリカは、世界は良くなっていくでしょう。しかしもう一つ、聖書が語ることなんですね。やがてこの世界は観難時代という世界に入っていく。7年間続くよ。この観難時代が始まるときに、スーパースターのようなね、そんな人が出てくる。世界統一政府、そういうのが始まる。すべての諸問題を、コロナも原発、そして環境問題も飢餓も戦争も、あらゆる問題を解決するスーパースターがやってくる。人間的に、世界は良くなっていく。しかしそれを合図に7年間の観難時代が始まっていく。神を信じる者は天に引き上げられる。まあ、このような渋谷の街でいきなりそのバイブルの話をしても、一体何のことだろう。世界は終わりに向かって急いでいます。今日あなたは神に会う準備をできているでしょうか。神はあなたを愛しています。闇に光をもたらすイエス・キリストをあなたに紹介します。尽きることのないあなたの愛が私を包む、あふれる喜び、すべてを照らす光として来られたイエス・キリストをあなたに伝えるため、今日ザ・バイブルを配っています。二人の仲間たちがザ・バイブルを配っています。キリストはあなたを愛しています。どうぞ帰りの電車の中で、家に帰ってから聖書を読んでください。ザ・バイブルはあなたに神の愛を伝えます。神はあなたを愛しています。神はあなたを愛してます。その日全世界が主の皆高く掲げる、叫べ、おのおイエスにハレルヤ。
皆さんこんにちは。お元気ですか。イエスキリストの隊員してます。 Jesus loves you。 イエス愛に、イエスに単身のサラハンビダクリステテアーマ。 Jesus loves you。 その日全世界が主の皆高く2日後にハロウィンが迫っております。今年はリモートでハロウィンを祝ってください。3密を避けてコロナウイルス感染拡大を避けましょう、まあ、そういうふうに呼びかけられています。しかしこのコロナウイルス、いやいやいや、このハロウィンの背景にあるその発祥は 何であるか。人見悟空だ、悪魔に生贄を捧げる、そういうところがスタートしている。だからそれを祝うよりもこのハロウィンが終わるとすでにモードが変わる、切り替える、年末に向けてクリスマスが始まる。このクリスマスっていうのは西暦元年、神の一人子イエス・キリストがこの地上に生まれてくださった。どうも皆さん、神野直樹です。伝道者です。イエス・キリストの愛を今日渋谷の皆さんに伝えております。神はあなたを愛しています。神はあなたを愛しています。神はあなたを愛しています。イエス・キリストはあなたを愛しています。君は愛されるため生まれた。君の将来は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の将来は愛で満ちている。ザ・バイブルは語ります。西暦元年、神の一人子イエス・キリストがこの地上に来られ、33歳でキリストは十字架にかかり死んで墓に葬られ、3日目によみがえって今も生きておられる。ある人はハロウィンはキリスト教のお祭りだ、ハロウィンはキリスト教のお祭りではありません。イエス・キリストを知ってもらいたい。イエス・キリストに、仲間のフーミンちゃんはですね、あちらこちらと縦横無尽に歩き回ってメガホン片手に、語っております。私はこの、ハロウィンをリモートで、この、ステージをバックに今日お話をしています。2時間の番組を行っておりますけれど、渋谷の街の皆さん、
今日あなたに語りかけています。あなたは愛されています。あなたは愛されています。あなたは愛されています。キリストはあなたの救い主です。ハロウィンは神が喜ぶ祭りではありません。イエスキリストを信じましょう。三密のために2日後のハロウィンはここで行わないようにしましょう。そしてイエスキリストを信じましょう。神はあなたを愛しています。渋谷の皆さん、こんにちは。お仕事帰り、ナンパしに来たお兄さん、仕事中の方もいらっしゃいます。遊びに来た方もいらっしゃいます。みんなイエス・キリストの愛で大好きだよ。今日あなたに会えること嬉しく思います。こんにちは。バイブル聖書配ってます。よかったら受け取ってください。総合格闘家の T ・ゴッド・ブレス、そして聖書を配るギデオン純喜、そしてマリアさんと見間違えるようなフーミンちゃん、そして伝道者の菅野直樹、神の愛を今日この4人で伝えています。この広い場所で4人では役不足でしょうか。いや、聖書はこう語ります。1人が万人を打つ、2人、4人でこの渋谷の人たちの心が神に向かわれることを願っています。私たちはこのような目立つ場所で伝えていますけど、私たちが有名になったり目立つことを考えているんじゃないです。イエス・キリストを知ってもらいたい。イエス・キリストが有名になってほしい。ハロウィンの祭りが行われるこのような季節の中でイエス・キリストに出会う人が起こってほしい、そう願っております。キリストはあなたを愛しています。この渋谷にはヨドバシカメラあるか分かりません。私が住んでいる新宿にはヨドバシカメラあります。しかし丸い緑の山手線、真ん中通るは中央線、このヨドバシカメラのこのコマーシャルソングはですね、実は賛美歌なんです。賛美歌のグローリーハレルヤ、こんな歌ですね。ヨドバシカメラは賛美歌を使って一大企業、日本中に世界に広がっていくような、そのような企業を作りました。今日私たちは全世界に神の愛が広がってほしい。特にまず足元、この渋谷ハチ公広場で神の愛を伝えたいと思ってます。グローリーゴーリーハレルヤ、ハレルヤ。
シリアの皆さん大好きです。神様があなたを愛しています。神の祝福がありますように。英語で God bless you。 神の祝福を祈ります。渋谷の皆さん、渋谷皆さん、神の祝福を祈ります。神の祝福になります。コロナから守られますように。あなたの人生が豊かな人生でありますように祈ります。ここで一回休憩を入れたいと思います。約2時間今日はライブストリーム、そしてまたストリートライブ街頭演説を通して、この渋谷に、ハロウィンの意義と、そしてクリスマスのイエス・キリスト、そういう題でお話をし、また皆さんに神の愛を伝えたいと思っております。また引き続き、この後も、次の動画でお会いしたいと思います。チャンネル登録等もしていただいて、よかったらグッドボタンも押してください。また後ほどお会いしましょう。さよなら。